This is Hello World のままひでさがいろジョメガです。ということで今回はですね、ホラーゲーの実況をちょっとやっていきたいと思います。ということでこちらね、ウェブカメラ買いました。ウェブカメラ、カメラです。カメラちっちゃいゲームの画面でさ、よくプロゲーマーの方々とかさ、結構画面のこれやっても出ねえか、出てると思うんですけど、そのプロゲーマーの方がよくやってるウェブカメラをですね、今回買わせていただきまして、そちらを今回はつけてホラーゲー実況をやっていきたいと思います。ということでですね、カメラ目線は僕あんまりしないので、とりあえず画面の方を見ながらやるんですけど、今回はですね、このウェブカメラせっかく届いたので、ホラーゲーがやっぱり一番合うかなと思いまして、今回はとりあえずホラーゲーの方やっていきたいと思います。怖そうだね。これさ、画面の今ここにあるじゃん、右の真ん中あたりにあると思うんですけど、これね、もしゲーム画面でちょっと邪魔になるようだったら変えます、後で。ということでちょっとね、実写慣れないんでね、お手柔らかにお願いします。はい、ということで早速やりますか。これね、どうやってやるんだろう。シングルプレイヤーでいいのかな。ちょっと初めてのさ、ホラーゲーだからあんまよく分かってないんだけど。あ、来た。 OK, this is the place. Find a way in and check the entire house. お、なんかどういうことだろうか。ああ、これなるほどね。あー、結構リアリティ高えな。結構リアリティ高えなこれ怖えんだけど、結構この時点ですでに怖い。ちょっとお結構サンって開くじゃん。ちょ、これ掃除機の音入ってっかな。なんかさ、今さ、お母さん掃除機してんよな。ちょっとごめんな、ちょっとマジで、もし入ってたらごめんなさい。これ出たっけな。ドアには鍵がかかっている。以下が必要。メインの鍵、鍵を探さなきゃいけないのかな。ホラーゲーあんま怖がらないタイプかもしれないので、もしかしたら驚かないかもしれない。裏口からなら入れんのかな、これ。裏口来ました。裏口。メインの鍵。鍵がとりあえず必要なんだよな。鍵が。うわ、雷がもうめちゃめちゃリアルだな。鍵ってどこにあるんだろう。攻略サイトとか見た方がいいのかな。ちょっとマジで初見プレイなんで、もしかしたらちょっとグダるかもしれないんで、ちょっとグダったシーンはカットするんでね、安心してご覧ください。ここまでしか来れないんだよな。なんか音する、なんか音がする。何？何？ボンボン鳴ってんだけど、やっぱり怖い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 。ちょ、何？ちょ、怖がる。うわ、え、走れるんだこれ。走れるわ。なんか怖が、なんか椅子が揺れるんだけど、それもしよう。俺が揺れてんのかな。ガタガタしてんのかな俺。何？これ使えないな。あれ、鍵がねえな。鍵ってさ、あれか？足音びっくりした、俺か。何？壁かよ。え、鍵がね、入れねえ。うわっ、これライトが、うわっ、消したりもできんのか。え、どうする、鍵がないんだけど鍵がないぞ。これは何？ Please, go check the place out. 誰も乗ってない。だって鍵ないよ。ちょっと調べてきます調べてきます。調べた。ちょっとさ、なんかさ、地下があるらしいんだよね。地下があるらしくて、でしかも調べたんだけど、一人のシングルプレイなんだけど、これシングルプレイは激コアって書いてあったんだよね。これ大丈夫かな。激コアって書いてあったんだけど、これどうやってしゃがむの。しゃがめねえのかな。しゃがめる。なんか地下から行けるみたいなこと書いてあったんだけど、地下ってどこから行くんだろうか。地下。ちょ、地下の入り口探します。あ、ここだ。うわ、怖そう。うわ、絶対やべえじゃん。うわ、なんかいた。
待って、めっちゃ音がするんだけど。何これ。めっちゃ音がするんだけど。ちょっと待って、走んない。なるべく走んない方がいいか。え？うわ。うわ、待って。結構怖いわ、これ。結構怖いかもしれない、これ。ちょっとあの、声のトーンに、あの、驚いたとき音量注意なので、うわぁなんだよ、びっくりした。雷かよ。ちょっと怖い。待って、なんかいるわ。待って、なんかいるんだけど。ちょ、驚いたときあの音量注意なんで、そこだけあのお願いします。何？いや、怖すぎだろ。さすがに、さすがにこれ怖すぎだろ。なんだこれ、なんだこれ。背筋ゾワってするぞこれ、マジで。触れる。うわっ。え、ゲットしたんだけど。いや、左下になんか、なんかゲットしたんだけど。怖っ。持つな、そんなもん。怖いだろうが。ここなんもないのかな。これそれぞれ調べられんのかな。これとか調べられるのかな。あ、薪ゲットした。あ、なんかマイクラみたいなのかな。マイクラくせえな。マイクラっぽいね、なんか。ルデレの葬儀場、ご必要な時にサービスを提供します。回復葬儀場、セレモニー、埋葬、改装、予約しましょう。プライベートのサービスも提供します。はい。なんかあれだね、なんかマイクラチックだね、結構マイクラ的なやつかな、多分。待って、なんかチックタクいってる、チックタクいってる。わ、鏡だ。これやばいやつや、見ちゃいけないやつや。ここ入れるかな。鍵がかかっている。鍵が必要なのか。やっぱ鍵集めなきゃいけないのかね。ここ来たっけ。ここ来た。ここ来たか。来たな。なんかもうどこ行ったか行ってないかが分かんなくなってくる、これ。1889年11月15日、私はカナダを救おうとしたが失敗した。私は諦めている。私はグレッチェンを取り戻すと誓おう。だがその少女は永久に失われるかもしれない。 ブルトルデレ、ブルトルデレですね。はい。グレッチェン、グレッチェンが、誰なんだ。彼女を救おうとしたが私は諦めて、まあ女の子かな、多分娘なのかな、わかんないね。まあちょっとストーリー性はちょっとあんまよくわかんないけど、まあ、とりあえず女の子を救おうとしている。ここはいける？ここもいけないのか。うん。うわっ、びっくりした。俺かよ。うわっ、階段あるわ、階段あるわ。とりあえず鍵を、うわー、うわっ、びっくりした。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 鍵を探しながら、鍵を探しながら、あの、攻略していくんじゃないですかね、これ。薪はもういらないのかな。うわ、水道、水場ですよ。水場に、わあ、水場には何かが出るんだよ。水場には何かが出るっていう風にはね、そういうあれなんですわ。最近の主流の例のあれなんですわ。例あるある。水場に出ようみたいな感じのやつあるんすわ、こういうの。ガチで。これ全部鍵必要じゃね、これ。全部鍵必要なんだけど。どうしたもんかね。全部鍵、うわっ、もう切っちゃうんだ、これ。怖いで。鍵は、ないなぁ。じゃあ、とりあえず階段上がるしかないのかな、これ。階段上がるか。で、さっきの階段だよね。多分さっきの階段から登れるから、行くか、上。待って、足を吊るのは俺。足音するのは俺の足音だ。うわあ、いや、うわ、なんかいたんだけど今。うわ、あ、俺か足音。なんかいたよね今。
ジャージ、マジ何あいつ、ちょっとやばい、鳥肌がやべえぜ。ちょっと待って、ちょっとあのいるわ、上にもういるのが分かった、いるのが分かったからもう行くわ、俺来いよ。はっ、はっ、あれ、あれ来ない、走れ、とりあえず走るまで、やばい、あ、もうこれスタートできんわ、これやばい、何、マジで何、本当に勢いでいけ、勢いでいけ、もう登れ、ダメ、鍵、うわ、やばい、うわ、マジで、なんかいる、どこ、うぃ、やばい、戻れ、はあ、何この音マジで、ちょっと待って、汗かいてきた、なんか来た、何これ、ああ、虫か、あー、やば、これマジ、ちょっと待って、怖いわ、ちょはあ、結局何をしたらいいのか分かんない。ちょっと勢いやめよう。普通に行こう。ちょっと待って。何？何なんこの足音。マジでうざいんだけど。はい。失礼。いやもう怖くないんですよね。正直こういうのね、全然怖くないんですわ。怖くないんだけど、もうとりあえず、ゆっくり一個一個しらみつぶしに、あのこういうのをね、見ていった方がいい。何が起きたかを簡単に説明し始めることはできない。私は妻を死によって失い、養子を悪によって失った、娘は制御できない暗闇に取り憑かれた。娘がまだここにいるなら君たちが危ない。娘を永久に止める手段を一つだけ思いついた。印のついた人形を焼くことだ。あー、なるほどね。あ、じゃあさっき印のついた人形持ってたから、まあ、とりあえずなんかすっげーうめき声が聞こえるんだよね。つまりストーリーをまとめると、あれだね、あの夫がいて、その夫がまあ妻を失ったんだね。妻を失って、養子を悪によって失った。ほう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 、まあ悪魔によってね。なんか昔西洋とかって悪魔とか流行ってたからね、そういうので。娘が呪われたんだな、多分な。娘が取り憑かれて、娘、人形消えたくない？人形消えたくない？画面の左下にあったやつ。あれ？元からなかったっけ？気のせいか。印がついた人形を焼くことで、まあ、このゲームをクリアするということができるのかな？多分。はぁ、あ、ちょっと待って、怖いわ。よし、行こう。さあ、行きましょうか。さあ、そんで。さっきさ、あ、ここにも、多分これストーリーだね。これがストーリーだね。私は彼女を救う手段を考えようとして、自分自身を家の異なる部分に閉じ込めた。私は5つの鍵のセットを持っている。
鍵ごとにこの家の違うエリアのドアを開けられる。大広間、寝室、地下室、屋根裏部屋、メインのドアがある。それぞれのエリアに他のエリアを解除する鍵を一つ置いた。なるほどね。大広間、寝室、地下室、屋根裏部屋、メインのドア、それぞれの場所に鍵が置いてあるから、それを拾って探せって感じかな。多分鍵を、怖すぎだろう。鍵を探そうぜって感じか。何時？12時。いや、わからないな。9時過ぎかな。いや、動いてないな。うん、わかんねえや。あ、鍵。うわっ！これ電気つけたらいるとかないよな。これ電気つけたらいるとかないよな。これいない。いや怖すぎだろ。怖すぎだろマジで。マジで怖すぎんだが、やばいって。なんだよ。うわっ！やばいやばいやばい。これ、え、これ屋根裏って、あ、やばい、ここ隠れる。ちょっと待って、マジ怖いやんけこれ。ビビるんだが普通に。つけたりいるとかないな。またこれどうすりゃいいんだ、これどうすりゃいいんだろうか。何マジで。え、これさ、追い込まれてるくね、これもう。あっ、いるんだけど、ここ無理なのか。儀式が終わると地下で遺体を焼いた。遺体をボイラーで焼いた。これで死者の魂は来世に行ける。なるほど。娘の遺体かな。儀式、なんだろうね。まあなんかあれか、養子。あ、わかった、わかった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 わ。これわかったわ。多分あれだね、あの娘を助けるために父親があれかな、養子をあの儀式として、まあ犠牲として多分手に入れたんじゃないかな。養子をまあ迎え入れて、その犠牲にするために、それで儀式をしたんだけど、その失敗して娘、あ、ごめん間違えた、娘が呪われて、あの多分そうなのかもしれない。分かった。難しい。とりあえず鍵を一個手に入れたことだし、ちょっとあんま進んではないかもしれないけど、今回は一旦これで終わろうかな。鍵一個手に入れたことだし、あ、逃げ道結構もう一個あったんだね。逆側の階段とかもあるんだ。オッケーオッケー。じゃあちょっと把握したところで、とりあえず一旦あのこの辺で。いや、かっこ悪い。なんか今日かっこ悪いな。なんかすっげえビビってるシーンが映ったかもしれないんですけど、あの今日はこんな感じで終わりたいと思います。ではまた次回のホラゲー実況でお会いしましょう。ぜひいいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。グッドボタンよろしくお願いします。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。え、なんか来た。